大森さんのように迫力のあるすごく高い声を気持ちよく出せるようになりたいという人はこの動画を最後まで見てみてくださいミセスの大森さんのすごく声量があってパワフルな発声っていうのは地声でもなくミックスボイスでもなくベルティングという発声です大きな違いで言うと地声っていうのは僕たちがこの話してる時の声の状態 結構声帯が分厚くなってくななっってて硬るのねだから振動回数がその分少ないっていう状態ですでミックスボイスに関しては声帯を伸ばす筋肉もしっかり使われるから高い声も再現できるというもので声帯を伸ばす筋肉と声帯を縮める筋肉のバランスがすごく取れている状態ここの点に関してはベルティングと一緒なんだけどベルティングとミックスボイスの違いが何なのかっていうと ミックスボイスの特徴としては、鼻腔共鳴がメイン。そんなにパワフルではないのね。どちらかというと、もうちょっと優しく包み込むような発声。でベルティングは口腔共鳴、口の空間に響かせるっていうことがメインなのね。 だからすごく大きく響き渡る。夏が始まった、あいつがした。で、多くの人が大森さんのようなね、あのパワフルで高い声を出すためには、声を大きく出さないといけないとか、声を張り上げないとそもそもああいった声は出せないっていう勘違いをしてしまってるのね。で、カラオケ行くときに声を張り上げて歌う、まあ。カラオケで歌う文に関しては、無意識にそのキーを出したいから、 今持ってる。 要素としてはもうその張り上げる方法しかないみたいなっていう感じになって、まあ、技術がないがゆえにそういう発声になってしまうで日本の往復のねボイストレーナーさんの動画とか実際にスクールでそう教えられてるかはわかんないんだけどベルティングのことを高い地声っていうのねけどさっきもお伝えしたように地声っていうのは声帯が分厚くなっている状態高い声が再現されないのねでみんなはその話してるああこの声の状態でああって だんだん高くしようとして結局喉を酷使して高音が出せないで高音がその結果出せなくなってるから大森さんとかのようにすごく高い声を出してるのがすごいって思ってしまうのね自分ができないからもうどうあがいてもあの高い声は出ないけどこれはけど何回も言いますこれはただの技術不足なのね 技術不足でもあるし知識不足でもあるなのでベルティングはこういった発生ミックスボイスはこうで地声はこうっていうのをしっかり理解することが大事ですでベルティングの具体的な練習を教える前にこの動画はミセスの大森さんのような発声で歌えるようになるための再生リストの一つの動画なのねだからベルティングを出すために まずいくつか前提があるのでその前提を順番に説明するとまず軽い発声っていうのを出せるようにならないといけないしその上でミックスボイスを習得しないといけないミックスボイスで歌ってて何の違和感とかもないのであればそこからベルティングを習得する練習に入りますなのでまだそれらの動画を見てないという方はぜひそちらの動画を先に 見て、て、そちらを先に練習して自分がどこまでできてるのかっていうのを確認してからこの練習をやってくださいじゃあ軽い発声も出せるし裏声もすごくきれいに出せるしミックスボイスも出せるようになってますとここからはベルティングの練習が始まるんだけどベルティングで大事な要素はまずは声帯の状態ここの声帯はミックスボイスを出している時の この伸ばし具合と同じ感じから軽さは変わらないのねでみんなはこんな軽い声であの迫力が出るのかっていう不安深みが出るのかっていう不安あると思うんだけどそれに関してはまだ考えないで大丈夫ですとりあえず一番基礎的なベルティングの調整も覚えましょう2つ目の要素としては共鳴器官どの空間で響かせるかミックスボイスはああなななななな,なあー 腔なんだけど、今度は航空共鳴だからしっかりと口を開きますこの2つのポイントを踏まえてまずはミックスボイスで歌ってほしいですこんな感じです夏がが始まった、がしたしオッケーこの声の大きさこの感覚何も変えないでください 夏が始まった、あいつがした。これを全部維持しながら感覚とか声の大きさ、口を大きく開いて歌います。夏が、夏が、夏が始まった、あいつがした。自分から 声を大きくしよう。あーっていう風に大きい声を出そうとするんじゃなくて共鳴期間、この僕たちのこの楽器の中をね、しっかりと空間を広げてあげて、この中で共鳴する量を増やしてあげることによって、勝手により大きい音、より響き渡る音が再現されるようにしてください。夏が始まっ つがした最初の時にね、慣れないと思うから、すごく息を使います。それに関しては特に問題ないです。この発声がベルティングの中の一つの発声、ピュアベルティングの出し方です。知らぬ間に誰かいる。それに甘えすぎてる。どこかで。ミックスボイスで歌うと、知らぬ間に誰かいる。 「それに甘えすぎてるどこかで」「知らぬ間に誰かいるそれに甘えすぎてるどこかで」共鳴させる部分が違うだけでこんなに共鳴の仕方とか声の響きが全然違うの分かるかな より深みが増す幸雄先生ピュアベルティングを出すためには単純にミックスボイスを大きい口で出すようなイメージで発声すればいいんですかっていう質問に関してはその通りです知、まあ、いて言うのであれば他に呼吸法とかもっと細かいところはあるんだけどそれはねまた今後の動画で話していこうと思うので今はそれぞれのベルティングの 感覚とか出し方響きがどういう風になってるのかっていうのを敏感になって意識してみてください。Okay? で、他の動画とかでもミセスの歌声分析とか歌声解説っていうのはしてるからピュアベルティングで歌ってるところをピンポイントでこう聞いてあ確かにこれだこの発声だ本当に軽いやっていう風に 実際に大森さんと一緒に出して感覚を磨いてください英語の発音と同じ感じかな自分が出せるようになればより聞き取れるようになっていくのね英語でおはようはグッモーニングって言ったりするんだけど日本語だとグッドモーニングっていうふうに認識してるからグ o モーニングって聞いたらグッモーニング何それっていうふうになるのねけどグッモーニンググッドモーニングはグ o モーニング 自分も Good morning, good morning, good morning っていう風に出すようにしてそしたら誰かが Good morning って言ったらあ,あ Good morning だなっていう風に聞き取れるのね発声も全く一緒だからゆきオ先生いろんなベルティングをめちゃくちゃ細かく聞き分けれるのもうすごすぎるっていう風に感じる人もいるとは思うんだけどそれは僕が何年も何年も それぞれのベルティングを意識して出してきたからもう聞こえるのねなので次のステップにね次のベルティングに進む前に必ずこのピュアベルティングっていう一番基礎的なベルティングを習得していきましょうこの動画は最初にもお伝えしたようにミセスの大森さんのように歌えるようになるための再生リストの一つの動画ですなのでまだ他の動画を見ていないという方は是非確認してみてください そして今回この大森さんのね発声を全部教えるっていうのは皆さんへの挑戦でもありますどういった内容かっていうと各動画でねコメントといいね数が100達成したらずっとこの再生リストの動画を全部無料公開させていただく逆に1つでもそれを満たさなかった場合はもう全部僕の教え子限定で非公開にさせていただくというように 約束をさせていただいておりますなのでまだ高評価をしていない方はぜひ高評価をお願いしますまだねチャンネル登録してないという方もぜひチャンネル登録をして他の動画も見逃さないようによろしくお願いしますこの迫力があってしかもうるさくない綺麗なね発声っていうのはベルティングって言うんだけどこのベルティングに関する無料のレッスン動画は公式ラインからでも受け取れるので まだその無料のレッスン動画を見ていないという方はコメント欄のところから公式 LINE を追加して受け取ってみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。